はい、どうも皆さん、トライアングルです。ということで、今回からですかね、ストーリーモード、宿命のライバルタッチ、やっていきたいと思います。一人でモードって何これ？あ、まだ選べない。これ多分ストーリーモード終わってからだよね。まず、とりあえずストーリーモードちゃんとやりきってね、行きましょうか。いやー、キャラもどんどん出していきたいんだけど、多分ストーリーモードやってたらキャラも必然的に出るし、うん、まずはプレイヤーが、あ、これはね、多分前回の動画の時にやったと思うんですけど、じゃあ今回は、ザンパルル、ティザーヌ組んでいきたいと思います。どうなんだろう、フランキスちゃんとかも使えるようになるのかな？それか、もしかしたらカービィファイターをやってたらフランキスちゃんがゲットできたのかもしれない。僕今んところフランルージュ君とザンパルル・ティザーヌ君の持ってるんですけど、それってなんか、いろいろ条件があって今ゲットしたんですよね、確か。だからもしかしたらなんか他に条件があったらキスちゃんできたかもしれない。あー、なるほどね。あ、バディってそういうことね。よかった、ウームのバディじゃなくて。ワドルディ大好きなんだけど、僕は。絶対ワドルディがいいんですけど、ちょっと、スティックで被っちゃうかなっていう。槍がちょっとね、キャラ被りしてしまうとちょっと困るので、グイで行きましょう。いや、やばいね。完全グイ目がいい。やめとこう。よし、じゃあ行きましょう。始まりのバディマッチ第1章。まあ、簡単でしょ、最初は。いや、マジでザンパロルティザーヌ君カービィ可愛すぎない？お調子者のスティック。あ、2対1でフルボッ、リンチ、大丈夫？やだよ。やだよ。2対1とかやだよ。うわ、すごい。なんか青の塔みたい。1階から5階がまず、5階で多分ボスがあるのかな。いや、かわいい。ちょいよ、待て。これはもうグイに任せよ。やっちまいな。やっちまいな。こんな2対1なんて、そんなひどいことを私がすると、思いますかね。ありがとうございます。そんな勝てるときは勝つに決まってるでしょ。やるに決まってます。ありがとうございます。そんな。オッケー。あ、でも結構硬い。まあでも大丈夫そうだね。そんなに多分そんなに強いことをしてこなさそうだから、とりあえず基本これをやってれば。上火、あ、上火でこれだっけ。他になんか技使えたよね。ため攻撃はない。で、これ上に投げるやつ、ちょっと待って、ため、下上でぐるぐる上にやるのね。下上で上にかち上げ攻撃、これも結構強そうな気がするな。あ、HP がノーダメージとかあるんだ。で、スコアが溜まってくと、何かしら出てくるのかな。お、ファイターズポイント、ここでもゲットできるんだ。ありがたいな。オッケーオッケー。あ、ランクって別にランクマッチでやんなくても、もうどんどん溜まってくんだ。アイテムを一つだけ選んで、自分とバディをパワーアップしよう。どれを選ぶか、君次第。効果は最上階までずっと続くぞ。なるほど。ずっと続くんだ。じゃあ結構大切にしていかないとね。体力がプラス20回か。あー、なるほどね。脳筋になるか、防御の男になるか、高速チャージ。なるほど。初めの一歩の板垣くんになるか。そうですね。一歩になるか、高村になるか、板垣くんになるか。どうする。最大体力が 45%、攻撃力が少しアップ。ため時間がもう脳筋ですよ。当たり前です。攻撃です。私は攻撃以外いらない。行きましょう。上の階へ進む。OK です。セーブしてやめないですよ。さあ、いや、楽しいね、やっぱ。お、アーティスト。無口なアーティスト。やばい、また2対1でフルボッコですか。あ、でもしかもこれ、あ、次2回ってことなの。これ、なんか100回までありそうじゃない。え、ちょっと待って、5、10、15、20、30回か。あ、曲、あ、曲めっちゃいい。やばい、ちょっと待って、聞かせて、ごめん。うわ、めっちゃ好きだわ、この曲。あー、めっちゃ好きな曲です。ありがとう。さあ、倒そう。よし、グイ、いいぞ。そのまま、いいぞ。くわんで、下、痛いですよ。下上っぽい。下上っぽいがうまくできないな。ちゃんと、あれだね。ちゃんと、コンボ決めていかないといけないんだ。わ、下上っぽい。あ、これ。これよりやっぱりあれか。この、ポインポインして、あん！ちょで。待って、まだ終わらないで、まだ終わ、待って終わっちゃった。まあ2回なんで仕方ないかな。やったぜ。そう、クリア。残り時間、あ、そうだね、ダメージ受けちゃったもんね。まあまあまあ、ポイント、でもポイントもさ、なんだろう、そのめっちゃ高ければ高いほどなんかいいのありそうな気がするから、まあでも、あ、どうしようかな。まあ攻撃です。ポイントとかも決め、やっぱりちょっと重視していきたいから、なるべくダメージ、お、来たぞ、やっと始まったよ。 2対2。そう、これを待ってたんですよ、やっぱりね。やべ、両親が痛むというか、それがあったので、よかったです、よかったです。はい。技の出し方を確認できる。これめっちゃ必要だわ。未だに A がジャンプがほんと慣れない。まあまあ、いずれ慣れるんだろうけど。あ、
これスパデラの曲ですね。いいね。いや、この曲をやるとさ、あれが出てくる。あ、出た。これを確か、あ、わかった。またれ、またれ、またれ。こうでしょ。で、くっつければいい。はい、ちょっと、グイ君、グイ君、そう、くっつけて。よし、センキュー。これで、どうやって打つんだっけ。ちょっと待って、技の確認したい。技のか、まあ、いや、行こう。うん、頑張るよ。あ、なんかちょっと注意するのやめてもらっていいですか。はい、そんなリア充には鉄拳体裁オッケー。何これすごい。え、どうなる。めっちゃ強いんじゃない。この曲ってウィーカービィだったっけ。おお、一撃。ちょっと待って、今完全に今上に幽霊が舞ってったね。今完全に天国行ったね。かわいそうなことをしてしまったか。いや、勝負の世界だ、仕方ない。お、ランク5、センキュー、ありがとうございます。あ、バブリークラウズ。え、なにこれ、クラウンがたまに来るってこと。クラウ、え、そういうこと。クラッコーがたまに来てくれるって感じかな。よし、じゃあ何にしようか。攻撃ですね。いくぞ、脳筋でいきましょう。レベル1ってことはレベル2とかもあるんだね。まだ脳筋プレイでいけると思うんで、てか全部脳筋でいくけどね。穏やかなハンマー、おしゃべりな、ウォール。さあ、行きましょう。よろしくお願いします。いや、その、性格いらないんだけど、別に。試合中になんかすごい、喋り倒すとかだったらわかるんだけど。穏やかだろうが、なんだろうが、あんま関係ないんだけどね。じゃあ行きましょう。スティック。行くぞ。いきなり、先制決めちゃう。あっ、あっ、あっ、大丈夫、オッケー、大丈夫。ふっ、よし、いいぞ。一撃が強いのが、ハンマー怖い。痛い痛い痛い。ちょっと、怖い、痛い。待って。あ、あ、そうか、なるほど、なんか食ってんだ私。ちょっと待って、いらない。この、あ、これいいんじゃない、これいいんじゃない。待って、やだ、センキュー。いいぞ、これいじめよう。なんか変な、なんかプレゼントもらったんだが、危ない。あっ、ちょっと待って、技が本当に慣れない。いっけ、やばい、マジか。よし、オッケー、センキュー。倒して、おしゃべりなボール。ちょっと待って、これお化けシステムないよね、大丈夫。消えた、よし。これは、このストーリーモードは敵がお化けになることはないのかな。どうなんだろう。さっきはなんか説明では、あの、お化けモードになってなんとかできるよみたいな感じで書いてあったけどね。自分はなれるのかな。お、最上階ということはボスでござるか。あー、回復する。あ、ちょっと待って、脳筋プレイができません。なるほど、強さが上がる石、ため時間がそこそこか。あ、そっか、ため攻撃とかもやっていかないといけないですね。まあ、じゃあ体力上げよっか。行きましょう。そっか、ため攻撃ね。そこもちょっとやってみよう、今回。ボスだよね、多分。え、誰、あ、ウエスピー打つよ。ウエスピー打つはもう大丈夫でしょ。女は打ってれば勝てる。いざ、デデダイオとメタナイトの戦い。と思いきや、そこにあるのは大きな、二つ?あー、ウィスピー打つとあれかな、あの枯れ木のおじいちゃん。二人でしたね。これなんかあったよね、このシリーズ。ツインウッツ、なるほど。初戦機だ、いいぞ。初戦機でござるよ。ちょっと待って、ちょっと待って、技が打て、うまく打てない。ちょっと待って、技が、ちょ、待って、違う。やりたいことが何一つできない。あれ、これ普通に攻撃。あー、オッケー。あー、結構硬いけど、まあ、ガードしてつ、ちょっと待って、ガードしつついけば特に問題ない。ちょっと待って、危ない。溜め攻撃ってどうやってやるの。溜めれないんだよな。ちょっと待って、地味にやばいぞ。ちょっと一回、ほら、一回、大丈夫。ガリガリ攻撃していけば何も問題はない。そう、基礎し続ければ勝てるので。待って、まずい、危ない、あかん。結構硬いね。いけ、よし、オッケー。ちょっと待って、一回溜めて、ほら、よし。これはウエスピー打つにかなり効く。うわ、なんかすごい本気になり始めたよ。本当の真の戦いはこれから。あ、ポンデリング一番。うわー、待って、無理です。おっ、危ねえ。で、溜めて、うる、これがかなり効くんじゃないかな。溜めて、うらほら、あ、なんかすごい、なんかあれなんだっけ、あのファミ通じゃなく、なんかキャラいたよね、これ。こんなゲームキャラいたよね、ゲームの、あの、なんか、あ、ファミツ、なんだっけな、忘れちゃったよ。うら、攻撃、攻め続けろ。やばい、あ、痛い。大丈夫。必然的に勝てる仕組みになっているんだよ、ウィスピー打つはね。
大丈夫。ゴリ押しでも多分勝てるようになってると思うんだ。でもゴリ押し続けるとね、やっぱりちょっとサスケのコメント、あーん、やばい、ちょっと待って、ここでやられたら負けるぜ。これはさすがにダメだぜ、セニョリタ。それはいけない、それはいけない、チューしてる場合じゃないよ、危ないよ。よし、緊急回避、そうか、緊急回避をうまく使っていかないといけないのかな。溜めたいんだが、どうやって溜めんだろう。ちょっと待って、溜め技ちょっとやりたいな。え、あ、終わっちゃった。えあれ、まだ結構体力残ってなかったっけ。びっくりしてるよ、ほら。カービィ君も思わずびっくり、え、終わったのみたいな。そんな感じの今醸し出していましたね。ダメージ受けすぎましたね、申し訳ないです。まあでもいいよね。うん、コングラチュラーション、サンキューだし。最終スコア3084。いやー、多分低いんだろうな。ボスを倒した1000ポイント、あ、ここでもさらにファイターズポイントもらえるんだ。あ、これ結構大きくない？ってことは結構増す、上がった、お、回復の石、回復、あー、アイテムを取った時に回復量が上がるみたいな感じかな。そうだよね。お、ヨーヨーセンキュー、ヨーヨーいいね。で、さらに上がると、ヨーヨーは嬉しい。で、ハルドラボ火山、あれ、ここどこだっけ。あ、あー、あれだ、あれ、Wii のカービィの時とこのステージじゃなかったかな、違ったか。めっちゃ上がりんご、待って、あれ、こんな上がるんご、すごいね。そして、オートガードアップ。あ、それは必要じゃん。オートガードは絶対私に必要ですよ。プレイが上手くない人にとっては絶対必要だからね。ありがたい。さあ、デデデ大王とメタライトの戦いだ。と思いきや、最上階に現れたのはなんとチマイオスだった。そのツインウツを倒したカービィとバディだったが、これより先はまさかの行き止まり。しかし、ツインウツは塔を登る扉の鍵を落としていった。落としていくんだね。その場で歩けるんだ。ウィスビーウツ。カービィたちはデデデ大王とメタナイトが待つ最上階を目指して再び階段を駆け上がる。第2章、影武者の秘密。影武者？忍者？第2章への鍵を手に入れた。新たな扉を開いてデデ大王とメタナイトが待つ最上階を目指そう。はい。あー、ここからさらにまた、じゃあせっかくだから、ヨーヨー使ってみる？ヨーヨーでもなー、なんか、他に？そうなんだよ。本当は三魔館で行きたいんだけどね。一番いいのは、あの、フランキスちゃんがいたら一番良かったんだけどね。残念ながらないから。まあ、ヨーヨーで行こうか。で、今回じゃあワードルディ使ってみよう。はい。じゃあこちらで、ちょっと行きたいと思います。ということで、まあ、とりあえず今回は、この辺りで終わりたいと思います。次回は、パート3になるんかな。ぜひ、見ていただけたら嬉しいです。ということで、じゃあお疲れ様でした。バイバイ。